まあでもやっぱこうチームでやりたいことがちょっと全体的に分かってきたというか、その中でその、まあ、僕なりの違いとか、監督が求めているもののその倍をやるとかっていうのは必要になってくるのかなと思います。ハードワークっていうのは今はもう基準のレベルなので、それをベースとして何をやるか、自分がどう試合に関わっていくのかとか、どういうプレーをしたらいいのかとか、その流れとかっていうのは全部、大事になってくるのかなとは思います。ああいう雰囲気をね、もう一回こう毎試合毎試合味わっていきたいので、やっぱこう引き分けとか勝てなかった、負け続けてたりとか、その後のこう連勝とか勝ちっていうのは今まで以上に特別になってくると思う。まあそういう雰囲気をみんなで作れたらいいかなと思います。ただその、いつも勝った時思うのは、もう一個上のレベルの、エスパルス入って蹴る機会がそこまでもらえなくて、